当時12月15日から2002年8月10日は日本の政治家で三重県知事衆議院議員を務めた。三重県四日市市塩浜地区出身。学歴は東京帝国大学卒業である。元四日市市長の加藤寛氏はいとこである。1944年佐藤清子と結婚して2条を受ける。清子と死別後の1975年には、 元総理大臣、三木武雄の妻、む子の妹である三恵子と再婚した。元衆議院議員の松崎哲久は、義理の息子、映画監督として人気のあった藤田里八羽おいである。1909年12月15日、三重県四日市市倉町の母の実家で生まれる。潮浜尋常小学校、潮浜高等小学校、三重県立。 第2中学校から東京府立第5中学校へ転校して第8高等学校を経て東京帝国大学農学部農業経済学科を卒業した1934年農林省に入省1940年に王将するも3年後に帰還して戦後は経済安定本部に出向して加工食品課長を務める1950年 三重県に出向して農林部長、農地部長、企画本部長を兼務し、宮川総合開発事業に携わった。1953年に農林省に戻り官房長坂長に就くが、1955年に辞職して4月の三重県知事選挙に出馬した。この時は自由党、民主党が現職の青もくりを押したため、右派社会党、左派社会党の支援を得て初当選した。 この時45歳で、当時としては全国最年少知事であった。この知事選では、社会党の支援を得たが、県議会では保守系の農政会や自由民主党が与党となった。5期17年の知事任期中は、産業振興に尽力して、以下の政策を実施した。特筆すべきは、石油化学産業による重工業化の推進ために四日市コンビナートを造成したことと、 その後の公害対策である。1955年8月に、旧海軍第二燃料省跡地が払い下げられ、四日市第一コンビナートの建造が始まったが、これにあたって、国道1号、国道23号、四日市港などの整備を進め、さらに第2コンビナート、第3コンビナートの埋め立て、四日市コンビナートの誘致などに、積極的に取り組んだ。これにより、 それまで赤字財政に苦しんでいた三重県も県民経済計算による三重県の生産所得が飛躍的に向上し各種インフラの整備も進んだ。しかし1958年にコンビナートが創業を開始すると間もなく大気汚染によって4日市前足として知られる公害病が蔓延することになる。第二コンビナートの創業が始まった1963年には 自然域で大気汚染が深刻化したため、全国初の公害対策室を設置して対策に取り組み、1972年には国の規制値を上回る三重県公害防止条例を制定した。同じ年に四日市公害裁判で原告勝訴の一審判決が下ると、被告企業に働きかけて控訴を断念させ、原告側の研究者であった。 吉田勝美を所長とする、公害センターや、被害者救済のための公害対策協力財団を、発足させるなど、抜本的解決に向けて奔走することになる。1972年、知事5期目の途中で、田中角栄、三木武雄の説得に応じて、自民党を三木派から第33回衆議院議員総選挙に、9名一区で立候補して当選する。公害対策並びに、 環境保全特別委員会、社会労働委員会、法務委員会などで活動をして、1973年には、公害健康被害保障法を実現した。しかし1976年の選挙では、見下ろしの煽りを受けて落選する。翌1977年には、参議院選挙に、三重地方区から新自由クラブ公認で立候補するが、落選する。 1980年の総選挙にも出馬したが、落選した。戦後日本の重化学工業家の先人を切ったという自負とともに、公害を出したことに対する残機の念があったらしく、周囲にはたびたび罰が当たると漏らしていた。1992年に脳梗塞で倒れ、その後心臓ぜ息を発症するが、本人は四日市ぜ息にかかったと言って譲らなかった。 2002年8月10日午後10時30分に心不全のため三重県四日市市の病院で成居した。去年92、ありがとうございます。